順天超衛星、順天超衛星、順天超衛星、クワジ、ゼニスサテライツ、QZS は、順天超軌道、順天超軌道、クワジ、ゼニスオービット、すなわち特定の一地域の上空に長時間留まる、道をとる人工衛星。通常は、複数の順天超衛星が、見かけの同一軌道上を周回する一組の衛星コンステレーションを構成して運用する。 順天長軌道は、高天周期が惑星の時転周期、地球なら23時間56分と等しくなる、対地動気軌道に、適切な軌道傾斜角と、軌道離心率を持たせることによりもたらされる。同じ対地動気軌道の衛星で、離心率、軌道傾斜角とも例の静止軌道衛星は、地表から静止して見えるため、衛星サービス提供に適している。しかし、 衛星位置は高緯度地域ほど地平線に近づき、地形や建造物に遮蔽されるリスクが高まる。一方、高い軌道傾斜角を持つ衛星は、地表から見て、毎日南北に位置を往復する軌道を飛び、高緯度地域の天長付近に一定時間滞在できる。このため、高緯度に飛来する間に、衛星サービスを提供するのに適する。ただし南北往復といっても、同経度ではなく、 東西に触れ、地表から見て蜂のあざ軌道を描く。低緯度では、地表が衛星を追い抜き、高緯度では逆となるためで、8のあざ衛星とも呼ばれる。軌道傾斜角が高く往復距離が長いほど、目的である高緯度地点の滞在時間は短くなる。そこで、軌道の離心率を上げて、目標付近を遠地点とすれば、滞在時間を長くできる。この場合、 八のアザ軌道は、ループ系に差が生まれ、非対称八のアザ軌道と呼ばれる。さらに、離心率を上げると、片方のループがなくなり、涙型軌道となる。しかし、離心率を上げると高緯度地点の衛星高度も上がり、通信距離拡大による衛星サービス品質低下の恐れが強まる。また、反対側の半球の高緯度では上空に、 近地点があるので逆に滞在時間が縮まるので、他の地域でも利用するつもりなら、離心率は大きくしすぎない方がいい。このことから、日本の順天町衛星システム計画では、軌道傾斜角45度、軌道離心率0.1の非対称8の字が選定されている。順天町衛星が高緯度上空で対空できるのは、高天周期のうちの一部に過ぎないので、3期程度の 衛星を軌道上に配置しておき、常に1機が上空に現れるようにすることが考えられる。順天調衛星システムの各衛星の軌道は同じ軌道形状で昇降点設計のみ等角度3機なら120度に位相をずらしている。地表から見ると同じ軌道を通っているように見えるが、絶対空間に対しては異なる軌道を通っている。 順天朝衛星システムの衛星数は、多ければそれだけ、コスト高になるが、少なければ、衛星の行格が低くなる。日本の順天朝衛星システムの運用を考えれば、マスク画20度、最低行角70度とすると、必要な衛星は3基である。これに対し、静止衛星の行格は、北緯35度、東京で55度、北緯20度、沖の鳥島でようやく70度となる。 しかも、順天町衛星システムの行革70度は最低であり、ほとんどの時間は80度以上の行革を確保できる。日本で受信可能な特定地域上にのみ止まる3機の衛星によって、米国の GPS を保管及び補強するために、計画が進められている順天町衛星システムと呼ばれるものがある。2010年に1機目が打ち上げられ、 2013年には運用状態となった。また、日本のものに限らず、軌道上の順天町衛星と地上の完成制御ステーション群、そして受信局を含めた全体を指して、順天町衛星システムとも呼ばれる。長所。短所。米国製の GPS を保管する即位システムとして計画されたのが、日本の順天町衛星システムである。 複数の人工衛星を静止軌道で赤道面に対し傾けた軌道に投入することにより常時日本上空で工業核となるように少なくとも一機の衛星を対空させることができる。即位に加えて通信、放送を複合させたサービスを提供しようと2002年に三菱電機や日立製作所等が出資して新衛星ビジネスが設立され当初は 官民で衛星を開発、運用することが計画れた。しかし、複数の人工衛星が必要であるというコストの大きさに比べて、通信、放送ビジネスからの収益性の低さを最後まで解決できず、2006年3月に新衛星ビジネスは通信と放送事業化断念を宣言した。一方で安全保障の観点から日本独自に 衛星即位の技術を取得しておく、重要性が一部から叫ばれ、順天長衛星は全額を国費で打ち上げる、即位衛星としての位置図に変わった。同期軌道の人工衛星を利用した例として、米国のシリウスサテライトラジオが提供する衛星デジタルラジオ放送がある。超大円軌道の人工衛星3機を利用した、順天長衛星システムである。アメリカ合衆国は、 国土が広いため、サービスエリアとされる国土全域で衛星の業格が高いとは限らない。中華人民共和国の衛星測位システムを構成する衛星群のうち、数機のイグソ衛星が順天長軌道と似た深淵軌道をめぐっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。